皆さん、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。前回に引き続き、安倍晴明が古典作品にどのように書かれているのかご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。このお話も今昔物語からです。晴明の家は、平安京の土御門王子より、北、西の遠い王子より東にあったのだそうです。ある日、晴明の在宅中、10歳くらいの王子を二人、共に連れた老僧が訪れるんです。私は、播磨の国で奉仕をしているものです。かねてより、怨霊道を習いたいと思っていたところ、あなたが、怨霊師として大変優れた方だと伺ったものですから、お教えいただくことが可能なのかどうか伺いに参りました。晴明は、心の中でつぶやきます。この奉仕は、怨霊道について、相当の腕前を持っているようだ。どうも、この私を試しに来たと考えるべきか。こういう場合は、それとなく警告しておいた方が良さそうだな。この童子たちは、この奉仕の式神か。ならば、少しの間、隠してみて様子を見るか。晴明は、奉仕に見えないように、袖の中に両手を入れて、衣を結び、密かに呪文を唱えてから、ご用件は受けたまわりました。ですが、今日はいろいろと立て込んでおりますので、後日改めてお越しください。お知りになりたいことに、お答えできるといいのですが。奉仕は、お礼を言って合掌すると、一旦引き取ります。晴明がそのまま見ていると、2丁ほどは行ったかと思われる頃に、人が隠れていそうなところや、車寄せなどを必死に覗いたりしながら、奉仕が戻ってきます。奉仕は、晴明を見つけると、こう言います。実は、友をしていた童子が、二人とも急に消えてしまいまして。晴明殿、もしかして童子たちを隠されましたか？だとしたら返していただけませんでしょうか。ふむ、私が、お友の童子を隠したとお考えで。いや、参りました。どうかお許しください。奉仕が詫びを入れたので、晴明は、実は、御坊が式神を連れてやってきたのが、少々無礼だと感じたのです。今後、いきなり式神を使って、私を試すようなことは、なされぬ方が身のためだと、お思いください。と言って、袖の中に手を入れ、呪文を唱えると、間もなくこちらに向かって、童子が二人走って戻ってきます。申し訳ございません。実は、おっしゃる通り、あなた様が、誠に優れた方と聞いたものですから、つい試してみようと思ってしまいました。しかしながら、私も、昔から式神を使っておりますが、人が使う式神を隠してしまうなんて、聞いたことがありません。でも、これでよくわかりました。ぜひとも、私を弟子にしていただく件、よろしくお考えいただけますようお願いいたします。と言って、自分の名を書いた札を差し出すのでした。このエピソードも、晴明が試される回ですが、この時は、相手も、怨霊師で式神を使ってきたので、優しく返り討ちにしています。話はここで終わり、その後弟子にしたかどうかは記されていませんが、今昔物語の別のお話の中で、この件が改めて語られていますので、ご紹介します。このエピソードは、スピンオフみたいな感じになっています。播磨の国に、四徳法師という怨霊師がいました。ある時、たくさんの荷物を積んだ船が、明石の沖で、海賊の襲撃を受け、乗員を殺され、船荷を奪い去られてしまうんです。船主と船員2名は、海へ飛び込んだので、なんとか無事でした。船主が海から上がって、途方に暮れていると、通りかかった知徳法師が、杖をつきながらやってきて、どうしたのですか？と尋ねます。船主が事情を説明すると、知徳法師が、それは、甚だやりきれぬことでありますな。私が力をお貸ししましょう。と言い、船主に小舟を出させて、一緒に乗り込むと、沖へ出て、海賊に襲われたあたりまでやってきます。そこで、海の上に杖で字を書き、呪文を唱えて、目の前にいるものを捕らえるような仕草をします。数日して、突然、漂流船が現れたので、船主と知徳法師が船を出して近寄ってみると、あの海賊たちが、船酔いの状態で倒れてるんです。奪い取られた積み荷はそっくり残っていたので、知徳法師は船主に回収させると、海賊たちに今後、このような罪を犯してはならぬぞ。本来ならば生かしてはおかぬところだが、
それも罪深いことであるから、今回ばかりは見逃してやろう。この国に、わしのような奉仕がおることを、身に染みて覚えておくがよい、と言い、船主は、感謝しながら去っていく、という話なのですが、この話の最後に、急に、別のエピソードが挟み込まれます。そういうわけで、知徳法師は、実に驚嘆すべき人物であったが、そんな知徳法師でさえも、生命にはかなわず、出会った時には式神を隠されてしまった。でも、それは、知徳法師が、その呪法を知らなかっただけで、怨霊に力が劣っていたわけではない。なんと、あの童子のエピソードなんです。つまり、この話によって、あの法師が知徳法師だったことがわかるんですね。それでは次回に続きます。このチャンネルでは、歴史伝統文化と、それに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。